ナハルマアロットないし、ナハルマアロットは、イスラエルのカルメル、山西側斜面にある渓谷で、ヘブライ語で、洞窟群の渓谷を意味する。その名が示すように、人類の進化の研究上重要な4つの洞窟群が残っている地域であり、およそ50万年前からの進化の推移を伝える点や、ネアンデルタール人と、現世人類の関わりを示す遺跡が存在する点などが評価され、 人類の進化を示すカルメル山の遺跡群、ナハルメアロットの洞窟群の名で2012年にユネスコの世界遺産リストに登録された。世界遺産登録名にあるワディエルムガーラは、ナハルメアロットのアラビア語名で、調査が行われ始めた時期には、そちらの名称で呼ばれていた。ナハルメアロットにあるのは、タブーン、スフール、エルワド、ジャマルの4つの洞窟であり、 世界遺産登録地域と一致している。それらの洞窟のうち最初の3洞窟は1929年にイギリスのドロシー・ギャロットらの調査隊が初めて本格的に調査した。この調査は1934年まで続き、ギャロットは帰国後の1939年に女性初のケンブリッジ大学考古学のディズニー教授職になった。ギャロットらの調査は 初期のネアンデルタール研究史において重要な調査の一つであったとみなされている。第三次中東戦争の後に多くの大学が調査に赴くようになり、イスラエル政府は1971年にナハルメアロットの洞窟群周辺にナハルメアロット自然保護区を設定した。現在、これらの洞窟群はイスラエル自然公園局が管理している。国際記念物遺跡会議は カルメル山に残る4つの洞窟それぞれの意義を次のようにまとめている。スフール洞窟とタブーン洞窟は原生人類の起源とネアンデルタール人の運命に関連する人の遺物と加工品の存在によって人類の進化のどの外説でもを取り上げられている。エルワード洞窟は食料生産と定住生活の初期段階の痕跡によって世界的に知られている。 ジャマル洞窟は木製、石製の家財道具や比較製品なども含めて中期旧石器時代の物質文化の結出した証拠が発見された場所である。タブーン洞窟はどの洞窟の意味で、ナハルメアロットの洞窟群では一番西に位置している。タブーンには約50万年前から約4万年前までの人類進化の痕跡が残されているが、 その環境は時代ごとに大きく変わったと考えられており、海水面の上昇や加工に応じ、海岸線も近接したり遠ざかったりと変化し、食文化にも影響を及ぼした。それらの時期を通じて、洞窟内には砂、シルト、粘土などの層が堆積し、およそ23メートルに及ぶ。最下層の堆積物には大量の海砂が含まれている。 このことと発見された花粉の痕跡はその時代が相対的に温暖な時期であったことを示している。誘拐した氷河は海水面を上昇させ地中海の海岸線も現在とは異なっていた。海岸平野は現在よりも狭くサバナの植生に覆われていた。当時の洞窟の住民たちはフリントや石灰岩のハンドワックスで海岸平野に生息していたガゼル、 カバ、サイ、ウシなどを仕留めたり、植物の根を掘り出したりしていた。道具はゆっくりとではあるが改良されていったので、ハンドアックスもより小型化し、刃も一層エイになっていった。また、スクレーパーが、プリントの角石から削り取られた白片で、作成されており、骨から肉を削り取るときや、動物の皮を剥ぐときに使われたものと考えられている。 多分洞窟の上層は主に粘土とシルトで構成されており、氷河が再び形成され、より寒冷で湿潤な気候になったことを示している。この気候変動は、鬱蒼とした森林や沼地に覆われたより広い海岸部をもたらした。上層部から出土する異物は、ムスチエ文化に属している。薄い白片から作られたフリントの衝動具群が、この層では支配的で、 多くがルバロワ技法を使用して生み出されている。これらの層は上から順に G 層まで分類されており、約22万年前から約15万年前と見積もられている E 層はネアンデルタール人の居住層として最古とみなされている。タブーン洞窟はナハルメアロットの中でキャロットが最初に調査した洞窟である。 彼女の調査によって、前述のムスチエ文化の大量の石器群だけでなく、タブーン C 層から、ネアンデルタール人女性の全身骨格と男性の顎の骨が発見された。当初、タブーン1は4、5万年前と推測されていたが、ESR 法での年代測定によって11万年前のネアンデルタール人と判定された。この女性人骨は、 イスラエルで出土した人の全身骨格の中では最古の部類に属している。スフール洞窟は小ヤ銀の洞窟の意味で他の3つの洞窟から離れて一番東に位置している。1932年にギャロットが調査を始めたが多分に比べると小規模だったため当初は多分のついでに調査を行うとばかりに大した成果は期待されていなかった。しかし、 ここからは重要な発見がいくつかあった。スフールの地層は大きく A、B、C に分類されている。一番上の A 層からは、ナトゥフ文化やオーリニャック文化の石器が見つかっている。その下の B 層からは、中期急石器が多く見つかっている。さらに下の C 層になると、動物の骨も見つからず、石器もまばらにしか含まれていない。このうち最も重要なのが、 B 層でここから10体の人骨が発見された。それらはホモサピエンスの特色を備えており、合わせてムスチエ文化の石器が1万点以上出土した。それらの人骨のいくつかは出土の状況から明らかに埋葬の文化を持っていたことが推測されており、現在知られている中ではそうした文化の証拠としては最古の部類に属する。この中でも 特に状態の良かった成人男性の全身骨格スフール5はイノシシの骨を抱くようにして埋葬されておりイノシシの骨は副葬品であった可能性が指摘されているまた同じく成人男性の全身骨格スフール4は副葬品らしきものは伴っていないが腕や足を折りたたむようにして出土しておりこれも埋葬されたものとみなされているスフール5は 当初死後万年前と見積もられていたにもかかわらず、ネアンデルタール的特色を備えている、ホモサピエンスとして、根結の証拠ではないかと議論になった。現在では、ESR 法の測定によって、多分1に近い10万年前後と見積もられており、ネアンデルタール人に近い特色は、根結によるものではなく、ホモサピエンスの中でも早期に属することが理由と、考えられている。 多分一致と近い時期であったことが確認されたことで、ホモサピエンスとネアンデルタールがほぼ共存していたことが明らかになったが、直接的な接点があったかどうかは不明である。少なくとも、寒冷化が進んだ時期には、ネアンデルタール人がヨーロッパから南下し、温暖化が進むと彼らが交代する代わりに、アフリカからホモサピエンスが北上するといった生息域の交代は起きていたようである。 このスフール後の時代から45万年ほどの間、ホモサピエンスの痕跡は見られなくなる。こうしたことから、その時点でナハルメアロットや近隣のカフゼイなどにいたホモサピエンスは、その後のユーラシア大陸への拡散には直接的に貢献しなかったらしいと考えられている。2006年になるとスフール洞窟から出土していたムシロ貝をつなぎ合わせたビーズが再発見された。 これは1930年代に発見されていたにも、かかわらず、博物館資料にしまわれたままになっていたものである。この再発見により、この種の送信具の製作が10万年以上まで遡ることが明らかになった。エルワドで洞窟は、渓流の洞窟の意味で、一連の洞窟の中では、長さと深さの点で一番である。ギャロットの調査対象になった洞窟の一つであり、 中期旧石器時代から新石器時代に該当する約6万年前から6千年前の遺物が発見されており登録対象の中では唯一は旧石器時代と新石器時代に属する層を含むナトゥフ文化期の石の住居の痕跡や100体分以上に該当すると思われる人骨が発見された墓所とも見なされている遺跡が見つかっているまた付随する段級では 農耕や牧畜の痕跡が発見されており、狩猟採集生活からの意向を示すとみなされている。ジャマル洞窟は、ラクダの洞窟の意味で、タブーン洞窟とエルワド洞窟に挟まれた場所に一致している。ギャロットの調査に先立つ1928年の敷窟で調査対象になった洞窟ではあったが、本格的な調査は1990年代に入ってからのことであり、 イスラエル当局による推薦書でも4つの洞窟の中で最も知名度が低いと位置づけられている。この洞窟では約40万年前から約25万年前のアシューロやブルディアン複合と呼ばれるアシュール文化とムスチエ文化の佳強的時期の石器などが出土している。ナハルメアロットの洞窟群の重要性は1997年に クリストファー・ストリンガーらがまとめたアイコモスのテーマ、研究、世界遺産リスト登録の可能性のある人類化石遺跡群でも示されていた。そこでは、登録が強く勧告される6遺跡として、クービ・ホラト・トゥルカナ・ボンチ、アタプエルカ、スタルク・フォンテイン渓谷、ハダール、アファール、ドルドーニュの化石洞窟群など、後に実際に世界遺産登録された遺跡を含む5県と共に、 カルメル山が挙げられていた。カルメル山が実際に世界遺産の暫定リストに記載されたのは2000年6月30日のことだったが、その時の名称は戦死時代の遺跡群、ウバディア、シャール・ハゴラン、カルメル山だった。構成資産を見直した上で2011年1月27日に複合遺産として正式に初推薦され、 世界遺産委員会の諮問機関である国際記念物遺跡会議国際自然保護連合の現地調査などが行われたその結果を踏まえた勧告が翌年春に出されたが文化遺産の側面は登録が勧告されたものの自然遺産の側面は不登録の勧告であったイスラエル当局は人類進化の重要な段階を物語る遺跡という点が世界遺産の登録基準のうち 自然遺産に適用される生命進化の記録を満たすと判断したが、IUCN は基準に該当するとして登録されてきた世界遺産、すなわちバージェスガン、州立恐竜公園、メッセル採掘場などのように数千万年から数億年単位で遡る進化の記録に比べれば対象となる時期が狭く新しすぎるとして従来通り化石人類の遺跡について 自然遺産とは認めなかった。2012年の第36回世界遺産委員会でもそうした判断が覆らなかったため、この推薦資産は文化遺産として登録された。世界遺産としての正式登録名は、サイツ・オブ・ヒューマン・エボリューション・アット・マウント・カーメル、ザ・ナハール・メロー、バジエル・ムガー・アーケーブス、サイツ・デール・エバルス・ヤヌ・ユメーヌ・ジュモント・カーメル、レグ・ラット・デ・ナハール・メロー。 ガジエルムガーである。その日本語訳は資料によって以下のような違いがある。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。